こんにちは、足立梨花です。アコム見るコンサート物語は1994年からこれまで多くの方々にご来場いただいております。見るコンサートとは手話と語りと音楽を融合させたバリアフリーのコンサートなんです。さあ心温まる世界へ、皆さんのあなたの笑顔のために、アコム見るコンサート物語。